俺はケルビン。前世で何があったのかはよくわからないが、この異世界に生まれ変わって冒険者として生活している。俺がこの世界に来る面倒を見てくれた転生神のメルフィーナ曰く、自分の記憶を代償にしてこの世界でのスキルを持ったちょっとイカれた野郎が前世の俺らしい。ギルドからの依頼を受ける日々、レベルアップも果たした俺とクロト、スキルポイント倍加と成長率倍加のスキルのおかげで、レベルアップの特盛ボーナススキルポイントを100ももらった俺は、膨大なスキルリストの中から隠蔽の D 級スキルを取得した。転生者で異常なスキル持ちの俺だ。平穏な異世界生活のために近いうちに隠蔽 B 級まで上げておきたいもんだな。ちなみにクロトはレベルアップで吸収の F 級スキルをゲットしていた。Living life every day, late at night, not okay. All I want.And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you... Kirby-san!おめでとうございます。今回の依頼成功でケルビンさんは E 級冒険者に昇格です。ありがとうございます。正直パーティーも組まずに一つ上のランクの依頼ばかり受け出した時はどうなることかと思いましたよ。はあ、組まないのではなく組めないのですよね。パーティーなんて組んだ日には召喚師だと即バレだ。組まずとも俺には心強い相棒のクロトがいるしな。しかしあなた様、目立たないよう行動する予定だったのでは？あいつもう昇格かよ。こないだ F 級に登録したばっかの新人だろ。しかもソロってマジ？どこぞの魔導士がやらかして冒険者に転職した口かしら。ああケルビンさん、どこかの国に仕えていた宮廷魔導士とかでした？新人さんにしては強すぎますよ。詳しくは言えないです。すみません。あ、いえ、私の方こそごめんなさい。冒険者の方にこんなこと聞くのはご法度でしたね。でも本当に気をつけてくださいよ。ケルビンさんのことだから次は D 級の依頼を受けるんですよね。ええ、そのつもりです。大丈夫、本当に危険だと思ったらすぐに逃げますよ。逃げ足には自信あるんです。せめて装備を整えてください。ケルビンさん、1週間前と装備変わってないじゃないですか。あ、わかりましたよ。装備は新調します。ってことで D 級の依頼をお願いします。 D 級なら国霊騎士の討伐なんてどうだい。国霊騎士？カシェルさん、帰っていたんですか？いや、アンジェちゃん、ただいま。ついさっき帰還したところだよ。お疲れ様です。依頼はどうでしたか？もちろん無事解決さ。リザードマンの巣にはちょっと苦戦しちゃったけどね。まあ C 級の依頼だったからね。ところでそこの君、さっき E 級に昇格したんだって。おめでとう。冒険者の先輩として嬉しいよ。あなたは？おっと、自己紹介がまだだったね。僕はカシェル、
D 級の冒険者さ。よく言うぜ、本当は B 級の実力があるくせによ。新人潰しが生きがいのやつだからな。調子に乗ってワンランク上の依頼に挑む新人目当てだろ。このギルドに課せる以上の実力者はいないしな。いいの、あの魔導士のお兄ちゃんに言わなくて。今度僕のパーティーで国霊騎士討伐に行こうって話になっててさ、君も一緒にどうだい？待ってください。確かに依頼は D 級になっていますが、その国霊騎士は他より特に強力な個体だと報告されているんです。 E 級に上がったばかりのケルビンさんには危険すぎます。アンジェちゃん大丈夫だよ、僕たちが協力すれば安心さ。それは申し出はありがたいのですが、パーティーは組めません。私程度のものと組んでもそちらに利益がありませんよ。遠慮しなくてもいいよ。ステータスの高さはクロトにも引けを取らない。不穏なスキルも所有しているが、何よりの称号がな。殺人鬼とは。しかしこいつも引いてくれそうもないし、ここはそうだな。そうですね、それでは一つ勝負をしませんか。勝負？ええ、その国霊騎士というモンスターをどちらが先に倒せるか勝負しませんか。もちろん私はソロで挑みます。はいはい、とてもじゃないがソロで挑むような敵じゃないよ。僕は予定通りパーティーで行かせてもらうけど、いいのかい？構いませんよ。自信に満ちているね。僕はそれでいいよ。こちらから罠にかかってやろうじゃないか。カシェルが狙ってくるのは、おそらく俺が国霊騎士と戦っている最中が戦闘後ってところだろう。奴のパーティーってのも怪しいものだが、まあ相手にとって不足はない。あなた様よろしいのですか？これまでのレベリングと修練の成果を発揮してみたいしな。あなた様はめたのはこちらみたいになってますよ。うるせえ。あい、はい。ケルミンさん気をつけてください。ガンバです。ベズ止まります。お、でどうだった彼？ああ、旦那、あの新人思ったより大物かもしれませんぜ。足の鑑定眼は C 級、少なくともあいつは C 級以上の隠蔽を持ってやすね。腕自慢の無謀者かと思ったけど、ギムルの鑑定眼でもステータスが読めないとは。何か隠しているのかな。おいカシェル、前みたいにいたぶってもいいんだろ。まずは俺に戦わせろ。ナージ少し落ち着きなよ。彼は自分から勝負を持ちかけてくれたんだ。僕たちは先輩としてその意志を称えないと。これは指導ってやつっすね。ラジ、力任せに壊しちゃダメっすよ。何事も優しく優しくっす。難しいことはよくわからん。俺はいつも通りやるだけだ。せいぜい楽しませてくれよ新人くん。アンデッドモンスターたちがすでに倒されている。ああ、カシェルさんも来られましたか。そちらのお二人はパーティーの方ですね。新緑の杖、こいつ緑魔導士か。バカス、せっかく隠蔽しても新調した装備で手の内丸分かりっす。ふん、どうやらこの大扉の奥に国霊騎士はいるようですよ。先にどちらが討伐するかの勝負だったのに、わざわざ待っていてくれたのかい？それでなんだ？やっぱり自分一人じゃ倒せそうにないから俺たちと協力したいってか？違いますよ、もちろん勝負は勝たせてもらいます。ただ国霊騎士との戦闘を邪魔してもらっては困るんです。先輩方の狙いは俺でしょ。今ここで相手になりますよ。旦那、こいつもう俺たちのこと知ってやがるっす。知ってなおソロで来る意味がわからないが、ギルドにでも雇われたのかい？
それともラジたちの賞金目当てか。道理で隠蔽のスキルランクが高いはずだ。新人を装った賞金稼ぎか。賞金？こいつら賞金首だったのか。状況に変わりはありません。へいへい、そうだね。なーに、ただの巡り合わせだ。てか最初に突っかかってきたのはお前だろ。ビビってばかりのそこのデカブツ、早くかかってこいよ。俺がビビりだと？魔導士風情が嘘つくんじゃねえ。ラジ、挑発に乗るな。貴様何をした。 D 級緑魔法マッドバイン。この魔法は足場を底なしの泥沼に変え、相手の機動力を奪う。それだけではない。これはスキル隠蔽。発動の遅いマッドバインドをあらかじめ仕掛けておき、隠蔽のスキルで隠していたのか。あ、足の隠蔽察知にも引っかからなかったっすよ。くそ、こんな泥沼程度俺の権力があれば。ウィンド、悪いが足はお先に失礼しやすよ。てめえ逃げるんじゃねえ。その新人さんはなんかやべえ。タッシの本能がそう言ってるんすよ。あなた様、リムルの逃走、アシェルは数秒でこちらに到達します。ああ、分かってる。想定済みだ。来いクロト、奴を逃がすな。クロトがブルースライムから進化したスライムクラトニア、その称号は食らい尽くすもの。なんすかこのスライム。こんなの知らないっすよ。今日はこのくらいにしておくか。え、どうした。まさか今の戦いでダメージを。あなた様違います。クロトは進化しようとしているのです。スライムグラトニア、数百年前に水国トラージを半壊にまで追い込んだ純魔王級の伝説のモンスターです。スライムグラトニア、すげえなクロト。ま、配給81じゃこんなもんか。起きるけん。カセル、このスライムは俺だ。お前だけは胸を借りるぞ、カセル先輩。強すぎ。モンスターを討伐するより手っ取り早く経験値を稼いでレベルを上げるために新人狩りしてたとは。とんでもねえな。後できっちりギルドに突き出してやる。これで準備運動は終わりましたね。次はお楽しみの本命ですか。いよいよ噂の国霊騎士とはご対面だ。53、しかも名前持ち。なんていうかすごく仲間にしたいな。緊張感のかけらもありませんね。何用だ。お前を討伐にってのが目的だったんだが、日が変わった。俺は召喚士のケルビ、お前と契約したい。いやいや、最近はわしを見るなり切りかかってくるものも多くてな。話しかけてきたのは小僧、貴様が初めてじゃわい。モンスターとして自我が生まれたのはついこの間のことだ。いや何、わしはもともと国に仕える騎士長だったわけなんだがな、要は人間だったんじゃよ。それがどうしてモンスターになってしまったのか、はてなんでじゃろうな。よくわからんが、
この世に未練でもあったのかもしれん。なんだこいつ、ただの話好きの気のいいおっちゃんじゃねえか。何の未練だかは知らんがな、ともかくそれからはこの城を守り続けたのだ。あ、飴食うか。あ、もうまさか国霊騎士がこんなやつだったとは。久しぶりの話し相手が嬉しいのでしょう。気持ちは少しわかりますよ。なんだこの飴、変な味が。いつのかわからんが本当に食べるとは思わんかったわ。さすがのわしもそれは引くわ。よしおっさん、表に出ろ。あなた様、契約の話、契約の話。ああ、そうだった。それで俺と契約してくれるのか。契約か。わしが仕えていた王、そして国ももうこの時代にはない。新たな王に仕えることはやぶさかではないのだが。俺の実力を見たいってことだな。いいぜ、了解した。その代わり全力で来てくれよ。出なきゃ意味がない。格上のわしにその短歌、小僧本当に面白いの。へへ、行くぞおっさん。おっさんじゃないわい、ジェラールじゃ。この俺だって小僧じゃなくケルビンだ。ショットウィンド、クロト、クロトの死角からの攻撃が全部止められた。あなた様、ジェラールは心眼を所持しています。瞬間的な状況判断に補正がかかっているとお考えください。小僧、本気で来い。出なければ意味がないぞ。アースランパート、自爆か。このスライム随分多芸じゃな。全力で横に踊りください。アイド、やべ、今の剣筋全然見えなかった。クレフトカット、あの不安定な足場でも他間に合うか。すごい、本当に。だけどセガプラスだ。これは空気の重圧で動きを封じる魔法だ。無理すんなおっさん。わしはこんなところで。あなた、おう、思い出した。農業が盛んで緑豊かな国アルカール、小さいが平和なわしのふるさと。そこにある時西の大陸からの使者、ジルドラなるエルフがやってきた。我がリゼア帝国の支配下に入り、新興国デラミスを打ち滅ぼせ、アルカール王よ。貴様、バカにしておるのか。王は当然その申し出を断った。だがエルフは言った。聡明なる王よ、忘れるな。リゼアに従わぬのなら相応の代償を支払ってもらうことになる。ゴニーを、私たちの娘を。ベティ、アルカールは数日で滅んだ。見事な忠義であった。ゆっくり眠るといい。わしもとうに限界は超えておるし、どうするかの。ああそうじゃ、飴でも食うかのう、コニー。この国のアルカールの敵討ちをするのがわしの未練。嘘だろ、エアプレッシャーを跳ねのけた。小僧、お主にアスランボン、この未練が晴らせるのか。エアプレッシャー止まれ。今だ、クルト、コニー、ベティ、わしは
国霊騎士の鎧の一部と確認しました。依頼達成です。すげえな、シェイリー。あのヤバいって噂の国霊騎士を倒しちまうなんて。カシェルの野郎たちには頭にきてたんだ。あんたのおかげで生成したよ。これまでの罪も吐いてもらうぞ。極刑は覚悟しておくんだな。今回の依頼は D 級の枠を大きく超えた難易度だと認定されました。そのため特例のランク昇格とギルド長から直々に謝礼があるそうです。よくご無事で。本当にケルビンさんには驚かされるばかりです。ええ、自分でも驚いてますよ。それくらいあの国霊騎士は強かったから。さっきの受付の子、なかなかのべっぴんさんじゃったの。ひょっとして王の側室候補かの。ちょっと待ってください。あなた様の婚約者は私ですよ。キュンキュン。おい、なんと王も隅に置けんな。すでに婚約者がおるというのに。本当ですよ。キュン。お前ら人の頭の中でうるさいぞ。ジェラール、小僧と呼ぶなとは言ったが、王はやめろ。騎士が使えるといえば王と相場が決まっとるんだ。ルフィーナは婚約してないし、ぶっちゃけお前俺を出しに神様の仕事サボってるだけなんじゃないのか。それは。あなた様、前前、人がいますよ。おい、ごまかすなよ。いや、今日はいい天気だね。